はいどうも、アキです。サクセスやっていきます。はい、本日はですね、フレンドさんの PSR レベル50の水鳥をお借りいたしまして、周辺高校で呼び戻し3人デッキやっていきたいと思います。はい、ただ水鳥がね、確定じゃないんですよね、呼び戻しが。それがたまに失敗して辛いとこなんですが、まあ結構いいデッキかなと思います。で、水鳥に関しては自分もね、この間のイベントで手に入れることはできたんですけど、ちょっとまだレベリングが追いついてなくて、フレンドさんのお借りしてね、練習しております。それで、サイガですね。はい、この間手に入れたメジャーガチャ100連で唯一手に入ったサイガくんも今回から使っていきたいと思います。まあ一級入魂かぶりはあるんですけど、まあ星はね、全員から違う金徳もらってってやるよりは、まあ一個ぐらいはね、金徳かぶらせて、ある程度ね、基礎能力の方も振っていくのがね、やっぱりささやきと頭脳が重たいので、そこ大切かなと思います。やっていきましょう。はい、このデッキは本当に、何回か使ってみたんですが、非常にいい感じですね。まああとは早急骨が安定するかどうかっていうところだけがね、唯一気がかりなところではございます。ちょっと最近またね、餌が足らなくなって、進むの上限解放分とかもね、まだレベリングできてないんですけど、はい、アゲアゲ強化時そろそろっていうところなんですけど、まあさすがにこれはね、足爆弾タイミング見計らって治療しましょうか。さすがに爆発するのではないかなと思います。結構守備練するので、はい、うん、まあ無視でいいか、無視しようかな。まあケースバイケースで、よっぽどやることがなければ治療したいと思います。はい、まあさすがにね、このシューとかでね、なっちゃうと、皆さんどうしてますか、この超序盤の爆弾って。もう完全無視ですか。とはいえども、こうやってアイテム持ってきてる時って、さすがにね、もったいないですよね。招き猫がね、本当に最近もったいないなっていうのがね、すごいあるんですよね。はい、でですよ、このデッキね、前さん後さんで、まあイベントする時には大丈夫だと思うんですけど、本当は後イベから呼び戻してね、木村ちゃんの告白早くしたいっていうところなんですけど、それがね、できない、できないこともないんですけど、なぜかと言いますと、前2人がね、球界の頭脳ささやき戦術っていうところで、その2人のイベントが完走しないと元も子もないといったところですので、なるべくね、その2人の呼び戻しというところはしっかりしていきたいなというところです。あ、ここで通院しちゃえばいいんだ。まあここ彼女来ればね、美味しいところなんですけど、ここで通院しちゃえばいいんだ。彼女来なければここの雑用何の意味もないんで、通院しよう一発。本当にこの爆弾というシステムはやめてほしいですね。スイン頼む。さすがに2回でね、治ってくる。うわゴシップガール、オッケー、さすがにお願いします。オッケー。まあ雑用してね、彼女が来なかったと思う。はい、でここの2週間のお話なんですけど、この10月3週4週の2週間って本当に彼女しかいなくて、呼び戻しもできなくて、本当に結構渋い期間だなって思うんですけど、そこにね、災害が現れる。まあ今回は何もなかったんで、ちょっと練習後のイベントも起きないな。そこに災害が現れるっていうことで、非常にいいと思います。そこでタックとかびっくりとか何かしらできる。そしてイベントもね、災害の部分は進んでいくということで、災害ね、本当に春英に災害入れるのは本当にいいなっていう感じがすごくあります、僕の中で。はい、春英高校にはぜひとも災害くんを連れてきましょうというお話でした。でも広角も先抑えます。というのもね、やっぱりパワヒがどれだけ早く安定するかっていうのがね、大切だと思いますので、広角ももうコツ1回で抑えちゃうんだな。水鳥がね、確定じゃないんだな。オッケー。で、さすがに間に合ってくださいと、せっちゃんはちょっとさすがにまだ能力低いんでね、ここ打つのつらいですよね。満点は絶対無理だし、満点どころかちょっとそれ
そんな問題じゃないぐらいに危うい気がするんで、ミートでねしっかり打っていきましょう。まあ最悪20点しっかり稼げればっていうところですよね。これはうおっと、結構ねいいボール投げますよね。いい変化球を投げてくる俊英高校ね。烏丸くんとこのピッチャーいたら甲子園優勝できるよ。いや優勝は嘘ついた。いやでも実際の高校野球でこれくらいのピッチャーいたら本当甲子園狙いますよね。このピッチャーだけでこれだけ球種しっかりやってコントロールも良くて OK。 まあ1回目はねもうパワー引きてない場合はもうしっかり20点取っていければもう僕の中で良しとしています。まあただやっぱり早めに、なるべく早めにパワー引きのコツ来てくれると嬉しいというところですね。で後イベをね呼び戻してないんでせっちゃんの告白が間に合ってほしいところなのですが、東条まだ OKOK、 ナイスナイスナイス OK ですね。あとはちょっとマイベを呼び戻してるんで、もうあとは全員木村ちゃんの告白がなるべく早く来るかっていうところで、まあただ一ついいかもしれないのを早めに呼び戻すことによってですね、あれですね、要はクリスマスの経験って落ちるんで木村ちゃんが先に来るのを防ぐっていうねこともできるかもしれないんですけど、これは結構評価上げる方がいいかな。はい OK。 でも本当に災害引いて思ったのはタックの経験点がいい、サイガはいい、本当に強い。頼むパワヒだけなるべく早めに教えてくれっていうところで言うと東条から呼び戻す方がいいのか。パワヒのコツ安定させたいんだったら東条から呼び戻すっていう難しいところですね。その辺もこれはクリスマス前なんで割と体力減らす選択肢を選んだというところです。頼む2回目はさすがにパワーヒ持ってやりたい。2回目の試験はパワーヒを持ってやりたい。いやクリスマス前いらないよそれ。なかなかパワーヒのコツが来ないね。俊英は本当にそこがね一番大切とまで言えるんだ。あとは木村ちゃんの告白さすがにそろそろ1回目来ないと怖いなというところです。はいでそうだな、確かそろそろ試験あるよね。頼むパワーヒパワーヒパワーヒお願いパワヒ、片目打ちやめて。ナイスナイス、1月2週だっけか。オッケー、これで試験が、でもこれでね逆にこれで40点取れなかった恥ずかしいんでね。小吉オッケーオッケー、これで40点取れなかった恥ずかしいんでちょっと自分にそうやって負荷をかけるのよくないね。でまあ内野安打も増えないかなと、総力も上げると。まあ俊英はね本当になるべく早めに打撃能力から上げていきましょう。ちょっとあんま上がらなかったな。ちょっとパワーが低いからホームランとはいえども落ちにくいな。まだ才賀は本当に優秀ですね。もう使ってみて思うのは、改めてね自分で持ってみて思うのは本当に改めて優秀だなっていうところですね。なんだまあテーブルがまず表で固有もいいと、練習効果アップまでついてね。お今の結構かっこよかったね。さらっとホームラン打っちゃう。変化球を、変化球投げてくるんすよね。しっかりみんなしっかり変化球投げてくるよね。あストレートあった、クソ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 、152キロが結構速かった。しかもうわちょっと待って、ストレートはしっかり振っていこう。
うわフォーク、やばい、いいピッチャーだ。これカーブ真ん中で、分かったのにずらしちゃった。うわこれダメだ。うわ40点逃しちゃった。いいピッチャーでしたね、普通に。というか、じゃあちょっとしっかり、ちょっとだったら30点をしっかり狙うっていう方向に変えていく。いいピッチャーだったな。今のちょっと変化球も頭に入れないといけないけれども、やっぱり何より大切なのはしっかりストレートをホームランにすることでしたね。よし、次回への自分のしっかり糧になったプラス思考に捉えていこう。オッケーオッケー、告白1回目来ましたね。まあ結構難しいですからね、実際瞬間テストがね。オッケーオッケー、あと全部コツマ、まあまあ全然20点だと全然まだ大丈夫よ。オッケー、ラブパ中にいいタックをいっぱい組めた。まあいいでしょう、2000点近いんで、小吉で2000点近いんで全然いいと思います。よーし、体力回復ナイス。おーし、このラブパが相当良かったですね。これはまあけどスカウトがいるっていうところで言うと筋力なんですけど、やっぱ技術を稼いでおきたいので、キャッチャーの場合は。ラブパが長いこと続きますね、このラブパ。オッケー、ナイスナイスラブパです。クリスマスはせっちゃんが来て、バレンタインはね、木村ちゃんが、体力回復量の多い木村ちゃんが来るなんていう都合のいいことは起こらないかね。まあ後イベは続けていっていいでしょう。ちょっと前が乾燥するか心配になってきたな。あとは送球骨が来るかどうかね。オッケー、とりあえず頭脳乾燥ですね、これで。お、かなり掴んだ、ナイス、いいね。ちょっとデートを全くしてないな、今思うと。ちょっと練習しぶるければどんどんデートしていきます。でもうキャッチャー骨潰せたんで、そこもいいでしょう。千丸つけ、おお、モテモテか。そうか、これモテモテも、あれ、これが千丸のやつだよね。よくわからないでゴンス。千丸、立川と、あ、じゃあ立川じゃない、あれと同じ選択やつを選べて、小平と。そしたらごくまれにか。まあここはね、さすがにもう10点取ればいいだけなんで、サクッと終わらせましょう。でもまあ練習しときましょう、ちょっとほんと。しっかりホームラン打つ練習しとこう。俊英ってね、その辺が初見のピッチャーなんでね、今のも正直カーブ真ん中と僕は思ったんですよ。多分ご覧いただいてる視聴者さんも割と今カーブ真ん中だなーって思ったと思うんですけど、思った方多いと思うんですけどね、その辺がね、初見のピッチャーをしっかりホームランしていく技術、これもカーブ真ん中でしょ。 OK、カーブもね、なかなか打つの難しいですよね、とはいえども。ちょ待って、手が寒い、かじかむ。冷凍庫みたいな部屋で今撮影してます。それは嘘ついたかな。 とはいえどもなんか40点取っとこう。うわ39点。よかった、定期試験じゃなくて。うん、練習は結構いいんですよね、さっきから。あとは木村ちゃんの告白がしっかり来て、デートがもうちょっとやばいかな、そろそろ。もうなのでどんどんデートしていきますか。まあさすがに B までを上げていいよね、ミート。OK、ミートは B までにしておきましょう。あとはキャッチャーとかこの辺も随時抑えつつ
やっていきましょう。いや、本当にけどあれだな、試験のこと考えると、割と一級入魂を先に取っちゃいたいけど、まあでもね、やっぱせっちゃん使ってるからね。うん、これは守備骨も欲しいけど、ラフパ狙いでこっちの方がいい気がした。あー、そっか、けど阿部ひも来てない。今のは言っといた方が良かったな。阿部ひも来てなかった。まだ忘れていた阿部ひのことを完全に。いや、災害は本当に追えばこれもあるんで、本当にいいところだと思います。災害を本当に終焉に連れてくることは非常にいいですね。災害は本当に終焉に連れてくると何倍もさらに輝くっていうところで、めっちゃ強いですね。やばい、木村ちゃんの告白が来ないのと、ちょっとコツ回収がちょっとだけ渋い。よし、こっからあと2回をね、しっかり満点取っていきましょう。うわ、レフトフライ、くそ。うわ、むずいむずいむずい。オッケー。ストライクか。これ非常に難しいですね。久しぶりに試験というものに取り組むが、非常に難しいね。40点取るということは、なんか当たり前のように40点取れて当然だよねっていう世界ではないですね、これは。まあ結果取れたけど、結構ね、危なっかしいですね。ホッケイ、ホッケイなんか競技が変わったぞ、野球からホッケイ。初級のコツはいらないんだな、さっきから結構初級のコツを随時くれてるのだが、うん、早球が欲しいんだ。そして木村ちゃん、そろそろ、うおー、ガチソ失敗か。おお、井戸端が先に怒ったよ。木村ちゃん、そろそろ空気を読もう。木村ちゃん、そろそろ、そろそろね。ワイのこと好きちゃう？木村ちゃん。ミカちゃん、ミカちゃん。ワイのこと好きちゃう？ミカちゃん、ミカちゃん。どう？ワイとどう？ミカちゃん。ワイと今晩どう？ミカちゃん。こんなナンパの仕方するやつ絶対ナンパできないだろうな。ミカちゃん大好きだ。やっていきましょう。うん、早急早急。うん、結構最近早急骨がね大変なんですよね、保守作ってる時何かと。うおっと、ミカちゃんマジで。いやー、ミカちゃんやっぱねー、あんま告白してこないんすよね。実際結構辛いんすよね、それが最近。野球の指導をしてほしい。はい、これね、捕手以外だと切れるんですけど、捕手の時はこれで続いていくということを覚えておきましょう。はい、ゴシップガールじゃない。本当に良くない、ミカちゃん。ミカちゃん、本当に良くない、それは。さすがに。さすがにこう、やっぱ恋愛というものをしていかないと、こう、人間こう、あれがね、あれしていかないんで、本当良くないよ。ミカちゃん。ミカちゃん。ミカちゃん。人間恋愛していかないとさ、こう、ほんと、ゴシップガールじゃないんだよ。ゴシップを起こしてで、ダメだよ。ゴシップを。うわ、これは勝負。うわ
もうなんかがもう何かがミカちゃん、ミカちゃん、人間さ恋愛しないとさ、わかるかな、子孫というものが、違う、これ下ネタになってくるから。ミカちゃん結構辛いね。ミカちゃんもうストライク早急、ミカちゃんにやめる。ちょっとそしてフォークを盛大に。子孫をね残していかないと、ミカちゃん告白しないと、まずはその一歩、その勇気大切。ミカちゃん、ゴシップはかわいそうな子だね、このアイドル。ゴシップはすごい起こすけど、実際別に誰とも付き合ってないっていうね、なんかかわいそうな子だね。損じゃんそれ、ただの損じゃんそれ。ミカちゃん、ミカちゃん、そろそろ、わかった、もうストライク早急諦めよう、ストライク早急諦める。でもエピローグだけはください。厳しい世の中だぜマジで。僕ね、その内野手とね、キャッチャーのストライク送球縛りっていうのをね、ちょっとやめようかと思うぐらいね、もうミカちゃんが本当に彼女にならない最近。ちょっと割とマジでやめようかと思ってます最近、その縛り、ミカちゃんのせいでね。ちょっと辛いぜミカちゃん。いやー、そうですか、そんなに僕のことが嫌いですか。確かにそうだよ、確かに僕はサトリちゃんが一番好きだ、間違いない。ルックスも好きだし、パワープロの能力的にも一番サトリちゃんが好きだ、それは認めよう。そしてせっちゃんという子も好きだ、見た目は一番好きだ。そして料理ができるところもいい、なんかちょっとおっちょこちょいなところもいい、好きだ。木村ちゃん、君はちょっとね顔がでかい、気持ち悪い、正直好きじゃない、あんま顔大きい女の子あんまり好きじゃない。そしてお金持ちでちょっと世間知らずだ、君はあんまり好きじゃない。アディオスなんだこれなんだこの小芝居なんだこのクソつまらん小芝居は。いや、クソつまらん小芝居もやりたくなるってことですよね。で、結構真面目な話するとですね、僕水鳥手に入れた時にね、これあっと思いまして、対左持ってるんで、まあ悟りとのね、それこそ使用いいんじゃないかなと。というのもやっぱりキャッチャーってね、技術と精神がポイントとして欲しいところですね。で、その技術と精神をくれる彼女がもう悟りちゃんですよね。あ、ちょっと今の減りすぎたっていうところでね、非常にね、捕手作るときに悟りちゃん入れてあげるっていうのはね、水鳥との時いいかなと思ったんですけど、それやるとね、どうしてもやっぱ怒り進む、水鳥、悟り、もうこれで前さんですよ。あと滝本入れたいとかね、なってくるともう全然ダメなんで、ちょっとその辺がね難しいところで、今はやめている感じです。はい、うん、でもまあそうか、その3人でしょ前は。あとはじゃあせっちゃんと東条、サイガ、これでいっか、もう今出来上がったか、そのデッキやってみましょう。おー、爆速か、伸びのあるストレート、あれこれフォークだと思った。今日なんか変化球の読みがことごとく外れる今日。投げた、一つ外してボール、あれかな、もしかしてアップデートでまた変わってるって、あー、クソ振っちゃった。アップデートでまた変わってるってやつかな。アップデートで結構ね配球変わるんですよね、コンピューターの。
第9。これカーブよ。投げた。おっと、おっしゃ、読めた。伸びた、伸びていった。ホームランだ。さっきの編成いいな、メモっとこう。あ、でもそう、そしたらストライク送球をね、どうしても捨てないといけないと。まあストライク送球そんなにこだわらなくていいか。投げました。もうこだわれるならこだわった方がいいけど、それをやめることによってそれ以上のなんか基礎値とかが上げれるんだったら、こっちの方が強いですよね実際。ちょっとその編成やってみよう後で。あ、ダメだ、まだ水鳥が育ってないんだった。第9投げました。ちょっとさすがに最終週告白してきてねと。さすがに最終週告白、エピローグだけはください。エピローグだけはください。ください、エピローグください。エピのローグください。エピローグください。くれない、木村ちゃん。これちなみに今のモチーフ分かった方いらっしゃいますか？この僕の喋り方のモチーフ、エピローグ。ノーダメちゃん、あ、言っちゃった、答え言っちゃった。ノーダメちゃんください。はい、のだめカンタービレのあれですね。はい、名前なんだったっけ、あの人、妖精さん、違うわ、ストレーゼマン、ストレーゼマン、そんな感じの名前でしたね、あの人です、今のモチーフは。いや、のだめカンタービレ見たくなったね、またあれめっちゃいいドラマだったな、マジでハマったな。なんだろうな、やっぱり結局あれが可愛いっていう話か、のだめが可愛いっていう話か。お待たせいたしました。いやでも玉木宏が超かっこいい。チンペーン全然似てない。第9投げました。あ、ちょっと似てないモノマネをしたところで、僕モノマネね3つほどできるんですよ。まあ一つは木下優香さん、行きましょうか。第9こんにちは。あ、ちょっと下手くそだった今。今日なんか調子悪いね。こんにちは、木下優香ね、だね。よし、一つ目。はい、マスオディ。あ、ちょっとなんか下手だな、いつももっと上いんだけどな。はい、マスオディ、マスオディー。マスオさんはね、スを言わないっていうのがね特徴ですね。で、最後が一番自信あるやつ、投げました。初球、本当サッカーテレビの石鹸です。投げた、本当サッカーテレビの石鹸です。第3球をどうですか、誰が一番似てますか。まだ誰ならモノマネとして認定できますか。逆にそんなに似てないとは思うんですけど、実際のところこの3人の中で一番似てると思うのはどれですか。皆さんが、もう一回いきます。エントリーナンバー1、ゆか木下。こんにちは、木下ゆかね、かね。エントリーナンバー2、 TV マスオ。はい、あ、違う、はいはい、マスオです。エントリーナンバー3、 TV 最近。コンタ最近 TV の最近です。個人的には最近さんが一番うまいんじゃないかななんて思ってるんですけど、ちょっともし、悪意はありません悪意はありませんとだけ言っても、皆さん大好きです、毎日見ています。はい、いや、どうかね、セイキンさんほんとうまいと思うんだよな。こっちセイキンのセイキンです。マスオさんはね割と簡単だと思うんですよね、誰でもある程度できちゃう。はい、マスオディー、マスオディー。なんかこのディー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 、ふわふわ、なんか市原隼人のモノマネやってる人みたいになった最後。で、木下さんはもう完全になんか鼻で発声するみたいな感じですね。こんにちは、こんにちは、よろしくお願いします。やばい、どんどんひどくなっていく、本当に木下さんのモノマネ日々なんかひどくなっていく。投げました、見送ってボール。まあ関係者各位の皆さんがねこの部分は聞いていないことをね祈っておこう。ということで皆さん、この3人の中でね誰が一番まだマシな方か
誰がまだ一番似てるかぜひとも教えていただければ、今後ちょっと鉄板ネタとしてやっていきたいと思いますので、まあ、もう動画ではやっていかないんですけど、あのそのいろいろありますから、ストレートはもうこれは外れ、鉄板ネタとしてやっていきたいと思います。投げました。そうこう言ってるうちに適当に打ってたけど、ちゃんとホームランとか打ってました。僕すごい無意識に何も考えずにずっと打ってたんですけど、ちゃんとエピ点数的にはもらえるぐらいは打ってましたか僕。うん、もらえてますね。はい、大丈夫ですね。木村ちゃんひどいな。まあ今回その前にね、割とひどいのが送球コツ来てないし、まだ阿部コツも来てないってとこでね、やっぱ俊英はコツはね安定しないわ。そりゃよく考えれば、だって何ヶ月 ?2,3 ヶ月ぐらい練習いないんだから、そりゃその期間、そっか俊英はそっか、今までなぜ今までむしろ気がつかなかったと今思ったんですけど、そりゃそうですよね。俊英高校ってそりゃ他の高校に比べてコツは安定しにくいですね、よく考えると。そりゃそうだ、そりゃそうだわ。第9投げました。初球外れても雑用期間、そして呼び戻す期間、練習にいないということはびっくりが発生していない。まあその期間の経験点入れれない分を試験、おっと試験でね経験点得ているだけで、よく考えるとそうだな。俊英はただ今回呼び戻す3人しかしてないのにね。第9初球はよく考えるとコツは回収しにくいですね。一つ今回勉強になった。ここはよく選びました。カウントは2ボールノーストライク。投げた。打球は今更かいってとこなんですけどね。まあただやっぱ二股するなら俊英かなっていうのは一つあるんですよね。やっぱ海道高校ねとても強いんですけど、やっぱ二股は絶対違うと思うんですよ、どう考えてもあそこ。ってなると僕の中で二股の俊英、一股および彼女なしの街道みたいな。あと街道高校は本当肩精神本当に来そうですね。今後相当強い選手できるぞあれ、肩精神も。ちょっと待って、しゃべりすぎて今回全く打ててない気がする。というところでね、今回のサクセスは僕ちょっとだけセイキンさんのモノマネできますっていうサクセスですよね。はい、アディオス、セイキン TV のセイキンです。はい、事務所各位の皆様申し訳ありませんでした。というところで、まあ経験点はねやっぱ稼げそうなんですけど、だってこれエピローグがもうあそこに増えるだけでね、バッとまた経験点増えるんで、まあ経験点は稼げるということは分かったんですが、何より合切、はい、彼女になってください。まずは彼女になってください。なんだそれ彼女になってくださいってなんだそれ。やばいやつみたいじゃないか、まるでやばいやつみたいじゃないか。彼女になってください。木村ちゃん、僕の彼女になってくださいということで、本当にね、保守作成は難しいですねっていうのをね、改めて感じたサクセス回でした。はい。まあ、その、一つね、今更だったんですが、俊英高校は非常にコツが安定しにくいっていうところもね、またまた学びましたので、そこも意識して今後やっていきたいなと思います。なかなかこれをね、超える。キャッチャーが作れないんですよね。うん、強い、非常に強いこのキャッチャー。はい、ということで頑張ってね、どうにかしてこの高校でねキャッチャー作れるようにしていきたいですね。まあレンちゃんかな、レンちゃん彼女にして鉄の壁取って、で囁きと頭脳を自分で取って、あとだからストライク送球か、どうやって取ろう。僕の場合本当にひまわりを使う日が来たかもしれませんね。ひまわりちゃんがストライク送球を教えてくれるので、まあストライク送球だけ捨てるか。そしたらメジャーで結構いいの作れそうだな。はい、ということでまあいろいろね考えてまた
頑張ってやっていきたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録お済みでない方はしていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が良ければぜひともグッドボタン、そしてチャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いいたします。皆様からのワンクリックが僕の活動の励みとなっておりますので、何卒よろしくお願いいたします。この後は概要欄にありますいろいろな再生リストから他の動画をお楽しみください。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。 See you next time. Adios.